はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の予防大使、リトパーフェクトですね。群雄集結で、ね。これは池田さんでね、やってます。ということで、あと、豊臣と立花と足利将軍ね。の、あれか。うん。戦争は残ってるって感じだね。うん。まあ、頭は剥げそうになってますね、今ね。兵糧がないっていうのとね。うん。もう兵がいないとかね。まあ、多分、だいぶね、回復は、まあ、半年でだいぶ回復はするとは思うんだけど、ボタン取られちゃったしね。後ろ取られたのは本当にね、あれだよ。頭剥げそうになったよ。うん。承知した。まあ、歩兵も、ちゃんと強めに。強めに、歩兵をね、しときましょう。はは。ここも強めに。強めに言うと、戦士か。戦士かね。うん、まあそんなとこかな。うん、じゃあ進めとこう。あ、これ道攻めにしようか。もう出てこられたらもう嫌だ。うん、負けるじゃんこれ。マッシュなんかさ、マッシュでさ、こいつさ、強い。うん。何回もやられてるもん、こいつに。俺行くと、兵糧なくなっちゃうもんな。無理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 。あ、2400しかいないの？おさも出したら十分じゃん。5000だから6、7000、5000。6300持っとこう。出陣する。振り絞って3700か。よし、2で落としたぞ。よし、これでクリアの、あ、クリアの前提クリアです。前提をね、確保できました。いざ、参る。先陣を切らせてもらう。大勝券できたね。強行やろう。もうガンガン取ってきます。もう将軍があれをやってくるからね、どんどんね、ホイムをね、ポッポッと。報告いたす。また多分またやってきそうな気がするんだけど、兵糧あと5600しかない。農業商業じゃなかったかな。なんかそれが欲しいのがあったような気がする。48、48、47、48。これにて表情を得よう。欲しいなった気がする。あ、米流通改革、これが欲しかったんだ。これで米の流通がちょっと増えるんで、多少楽になると思う。買えれば。取引を行いましょう。ありがとうございます。これ多少楽になりますね。かしこまりました。じゃあ、あと、兵糧。1ヶ月分あるよね。30日持つよね。27日しか持たない。勘弁してよ。水もあと29日。うん、そしたらこれ1部隊に切り替えるしかないね。うん。待って、こんないっぱい出してる。1、2、3、4。
あれこれいるのにあれしてんの？これ返せば30日も持つでしょ。30日ぴったりぴったり、うん、養老計算ねできますからね。養老計算できますから自分、うん、強行やっとこうか。養老計算プロですから、部分騎乗で3人返します。でこれね1人でね、あの包囲して見張ってます。もう出てこないし、いくらなんでもさ借りてこないでしょ、借りれないでしょ、うん、こっちも攻められてるんだしさ、貸してくれなんか言わないでしょ。3000立てるでしょう。勝って勝って勝ち続ける。ああ、ここ攻められるかもしれないからって防衛してるんだね。はいはいはい。使いの者が来たようですよ。ああ、無理です無理です。あんたが勝手に訪問してきたんでしょ。こっちどんだけあの強豪とかさ強豪者とか知ってる。ああ無理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 、あなた勝手にフォームを乗っかってきたんだ。皆の者、勝ち時をあげよう。はい、豊臣さんがね、お家が潰れましたね。秀吉さんも来たしね、あの加藤清正さんとかね、毛利勝長とか強い武将いっぱい来ました。ありがとう。勝長自分らのとこから裏切ったんじゃないか。勝長なんか、こっち側にいなかった、この辺に。この辺いなかったっけ、いなかったっけ、この辺に。この辺のところから、裏切られた気がするな、多分。毛利のお湯がどっかにいたような気がするんだけどな。まあいいよ。うん。で、兵糧も残り4日。3日間分ぐらい、あれだね、どっかで消えたんだね。あ、あとあれか。妖怪の交わりはあざい。まあいいでしょう。報告いたす。あ、北川だけど、もう同盟はあと1回です。なんか知らないけど、ありがとう。もうもらっとく。かたじけない。ご命令を。交渉で。いいじゃない、延長してくれる。あ、従属してくれる。従属してもらおうか。承知した。助かる、従属してくれるのは。うん、ポイントこれでちょっと増えたでしょう。ポイント従属してくれたし、21ポイントになった。あと15ポイントじゃん。うん、もう半分超えたよ。うん、助かる。取引を行いましょう。お願いします。偽物か。なんかここもう無理やな。偽物捕まされたらもうあと9日でしょ。兵糧はあと7日。こっちは39日。あ、じゃあもうこれ返します、返します、返します。ごめんなさい、ごめんなさい。あと9日、兵糧を持たせてください。7日。なんかないかな。せっかくここまで頑張ったんだよ。とりあえず壊しよう。承知した。鍋島さんごめんね。あなた兵糧のためにちょっとあの戦争を受けてください。陣ぶれを出せ。
大義は我らにあり。これでどうよ。兵糧計算できますから、兵糧計算できますからね。あ、ナイスゲームです。はい、ということでね、進めていきます。この志必ずや果たしてみせようぞ。この城我らがもらい受ける。はい、ということでね、二人ねゲットしましたね。かたじけない。したらこれは入場させよう。入場全員じゃなくていいよ。部分入場。でこの花房さんね、入れとこう。よかったね、花房さん、いいお城もらえて。兵糧、ちょっとあれだね、ここに入ってた兵糧が、はい、あの、あれだね、あの、入ってきたから8000になったね。うん。まあ、よかったよかった。待った。おんま。おんま、こんなところにいたからあれだよ。兵糧が。たんだよ。もう怖い。まったく気づいてなかった。あなたゼロになっちゃった。まあいいや。商いを始めましょう。報告いたす。もう聞き話にしたら自分が悪い。お命令を。うん。承知いたしました。で、あれだね、これ、あの、闇取引が、できない。闇取引ができない。商業が足りない。取引を行いましょう。ありがとうございました。あ、いいですいいですいいです。お前なんでこんだけなの。もっといっぱいいろんなとこから借りろよ。無条件でいいよ。かたじけないことです。問題ないね。新鮮愛です、いいですよ。報告いたす。さんはなんかね、こういうもの参加してしたことなかったっ、ね。先月の収支でございます。この老骨に策があります。これで商業ちゃんと取っとかないとダメだね。商業と軍事。70/50/49。これにて表情を終えよう。あ、これが購入価格の定価か。定価安くしてもいいね。あ、これ農兵商用かよ。これ取ろう。うん。うん。これで護衛速度さらにアップだね。荒木さんと。荒木さんと。かたじけない。ご命令を。したら、志果たさずして、賞は終えられぬな。取引を行いましょう。ありがとうございました。変えた変えた変えた。じゃあ、ちょっと、ゆっくりと。
告いたす。お前それはいかんぞ。一応うちの従属を取っちゃいかんぞ。まあ親善しようとかって言っときながら、これは万死に値します。陣ぶれを出せ。対応は我らにあり。ないんだよ、ね、手を貸しましょう。人の部下に対して取引を行いましょう。出しをするようなありがとうございました。生かしてはおけません。ここからだけでいい。6400でしょ。ここからだけでいい。これなんかあれだね、この子強いね。なんかでブーストされてるっぽいけど。で3部隊を残しておこうか。で、ああ、副首相、せっかく頑張ったのに。こういうのや、こういうふうになるからさ、あれなんで嫌なんだよね。あと1部隊持ってけばいいね。まあ4部隊残しとこう。めんどくさい。これで進みましょう。うん、いいでしょ、これで。で、貸しちゃってるからか。貸しちゃってるからここは出せないのか。まあ、こっちに、いくさ、これ。まあ、こっちもまあ適当に持っていけば大丈夫でしょ。なんか来ると1万7000。戦場は？うちらも1万7000か。しょうがない。しょうがない。しょうがない。一番の朝もどこか。これ足りるね。うん、進むのだ。みんなありがとう。私たちの勝ちだよ。いつかいいでしょう。はい、ということでね、鈴木さんね、自分ちのね、居城ですよね。うん。メインのね、お城がね、取られました。うん。ただ今あれしたばっかのね、お城しかありませんもん。あ、報告いたす。嬉しいね。ご
命令を。10万入ってきたよ。これは美味しい。農地。はは。取引を行いましょう。ありがとうございました。しかれた。で、そろそろあれでしょう。戦争もできるでしょ、あとに。ああ、そうだね。ミュウさんとも戦争できるようになったし。歩兵、歩兵してるじゃんと。なんだ、押してないじゃん。ちゃんとしなきゃ。もうしなきゃ。お金もったいないよ、こんなんじゃ。承知した。半年間の猶予があったのにさ、歩兵をさ、忘れてるってやってないとかね。うわ、こことかやってないじゃん、歩兵。ははいや、半年間の遅れはきついぞ。半年あったってことはさ、この5500までは、行ったってことだからね。まあ、こんなんでいいでしょう。進めとこう。朝倉の柴田。ああ、朝倉に攻めて来られないためには朝倉の味方になれば。助立ちいたす。立花の大友、大友の味方になれば、あれじゃん。大友は攻めて来ないよね、うちらに。いや、でもあれか。あ、いい、いいか、いいか。助立ちいたす。ほんま。ちょっと、どこ借りたいって言ってる？ここ？誰なんかさ。同盟でお前何でもない。皆の者、我に続け。走ってやることない。あ、勝ちは揺るぎありません。ありがとう。我らに歯向かうとは愚かなものよ。行けは分かりません。じゃあもう一発出そうか。17,000。参ります。でやると借りてるところがどっから借りてるか分かんないけど、ここから借りてんだ。バカだ。うん、バカだ。そんな貸してたらお前すぐうちら攻めに行くぜ。お？助立ちいたす。北方さん応援するに決まってんじゃん。もうバカじゃん。先生報告。もうすぐだった。あと1ヶ月、1ヶ月、2ヶ月待てばだって。戦争できる。助立ちいたす。あ、貸しはしないけど。報告いたす。とりあえず応援しといてやろうか。表情を取り行う。まあ商業とこれでいいでしょう。75、53、48がいる。これにて表情を終えよう。対面。これは歩行者有利いらない。新しい武将の、あ、城攻めいいんじゃないこれで。商業はなんか取ることできるんだけど、なんか農業はないとこっち3とかいけれないんだね。はい、一応商業進めて。承知いたしました。取引を行いましょう。高い闇取引。志果たさずして賞は終えられぬな。取り計らいます。よし、いいね。で戦争はまだできないかな。まあできないか。まあでもうちらはちょっと頑張ってあげるからさ、北畑さんもちょっと頑張んな。
ということで、あ、もう時間までだいぶね、経ってるんでね。まあ、ここ数はちょっと長いね、のが続いたんでね。この辺でね、終了しとこうかなと。まあ、普段ね、だいたい20分からね、25分ぐらい目安にしてるんだけど、いつも時間忘れちゃってるね。はい、ということでね、まあね、兵糧計算できますよっていう、ね、と、ね、今回のね、タイトルだと思います。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。